ハイグレード V 作戦セット、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンク3体の RX シリーズが同梱され、オペレーション V を再現することができる夢のキット。今宵はこのガンプラをレッツクラフティング。どうもこんにちは、クラフタです。今回はちょっと変わったプラモを作っていきたいと思います。まずは以前の動画でも紹介したこちら、ホワイトベースカタパルトデッキ、そしてこちらハイグレードガンダムオペレーション V、 RX シリーズ3体が同梱されてます。この2つを使ってオペレーション V 壁掛けオブジェを作っていきたいと思います。壁に飾って見て楽しむ、そんなガンプラがあってもいいじゃないということで、早速作っていきましょう。まずはランナーを全部並べてみました。左からガンダム、ガンキャノン、ガンタンクって感じですね。3体分なのでそこそこのパーツ量。そしてこのキット、いわゆる旧キットなので合わせ目がバチバチに入ってます。そこを消すのがなかなか大変そう。まずは全てのパーツをランナーから切り出していきます。使うのはこちら、タミヤさんの先細薄刃ニッパー。ちょっとオペレーション V について解説しておきましょう。宇宙世紀79年、ジオン公国と地球連邦軍は戦争状態に入るわけですが、わずか1ヶ月で50億人もの被害を出してしまいます。なぜそんなに地球連邦が大敗してしまったかというと、ジオン公国の投入したミノフスキー粒子、これによって無線誘導装置が一切使えなくなるわけですね。そして有視界戦闘を前提に作られたザクなどのモビルスーツ、これに連邦軍はコテンパンにやられるわけです。これはやばいよってことで、連邦は急いでモビルスーツを作って実戦に投入します。これが V 作戦ってことです。この時作られた RX シリーズは宇宙世紀に名を残すほどの傑作機となったわけですが、そこには大きな理由があります。その最も大きな理由の一つが、教育型コンピューターの搭載ってことです。戦うごとにデータを収集して最適化していく、つまりどんどん強くなっていくわけです。今の言葉で言うと AI ですよね。ガンダム誕生から40年を経て、ついにあの思想に我々はたどり着いたってわけですよね。富野監督恐るべし。ガンダム完了。そしてガンキャノン、ガンタンク、ガンタンクはパーツがでかいな。続いてアルティメットニッパーで2度切りしていきます。まあここはいつも通りですね。えぐらないように慎重にカットしていきましょう。はい、2度切り完了しました。ということはランナーくずが残ってるわけですが、このように直線になっております。編集しながら思いましたが、なんで直線なんだよ、そこは V だろう。とりあえずハンディクリーナーでお掃除。しかしよく取れるなこれ。ゲート跡にヤスリ掛けをしてきれいにしていきます。使っているのは筋彫り堂さんのマジックヤスリ400番からですね。ヤスリの目詰まりは100均などに売っているメラミンスポンジで落としていきます。これによって作業時間が大幅に短縮できます。カーブを描いた面は直線のヤスリでは削れないので、このようにスポンジヤスリ、こういった柔らかいヤスリでやすっていきます。使っているのはゴッドハンドさんの紙ヤスです。これもまた非常に使いやすい傑作ヤスリ。今240番のヤスリで削りましたんで、こんな風に表面がガッサガサです。これを400番、600番、800番と順番にやすっていくことで綺麗な仕上がりになります。ほらこんな感じ。比べてみると傷の具合が分かりやすいですね。オペレーション V セットは旧キットなので非常に合わせ目が多いです。というか手足はほぼ全部合わせ目かな。合わせ目は流し込み接着剤を使ってこのように消していきます。接着剤が少しはみ出るような感じでギュッと押し付けます。このあと乾燥させてヤスリ掛けするわけですね。頭部にも合わせ目があるので、まずフェイス部分をこのように少しカットして、後からはめ込めるようにします。頭部パーツは前後で分割されているので、このように接着して合わせ目を消していきます。いい感じで接着剤がむにゅっと出てますね。こんな感じで接着剤が出てるとほぼ綺麗に消えます。こちらが合わせ目消しが必要なパーツ類。接着剤が乾燥したのでやすっていこうと思います。これだけあると結構大変です。合わせ目の段差も結構きついので、今回は120番で削っていこうと思います。120番とか言ったらほとんど砂ですからね。ザラッザラです。もう手も真っ白。パーツの表面はアスファルトにこすりつけたみたいにザラッザラになってます。
正直めっちゃ大変だったのでペンサンダー出せばよかったなと思ってます。メラミンスポンジも削りカスで大変なことになってます。処理が終わったら超音波洗浄機で洗浄していきます。これほんと超音波洗浄機絶対使った方がいいですよ。パーツの表面に汚れというかパーツ形成時に付着している剥離剤みたいなやつが多分ついてるんですよね。これをしっかり取らないと塗膜が弱くなっちゃうんですよね。塗膜が弱いとマスキングテープを貼っただけで塗料が剥がれたりしてしまいます。洗浄時間を300秒にセットしてスターティン。洗浄してる間に食事を取りましょう。今日はレトルトのパスタ。ちなみにクラフタは大のパスタ好き。どれぐらい好きかというと3度の飯よりパスタが好きです。こちらの容器にパスタを入れます。水を入れたらあとはこれをレンジでチンするだけ。めちゃめちゃ便利です。100均に売ってますよ。パスタソースを温め、レンチンが完了したら湯切りしていきます。湯気で画面が真っ白に。麺にパスタソースを投入。なんだろう、あまりうまそうではない。そしてこちらのタバスコ、でっかい瓶をアマゾンで買いました。これを振りかけます。仕上げにパルメザンチーズ、これを振りかけてパスタの完成。塗装していきましょう。今回はロールアウトカラーというか試作1号機みたいなカラーリングにしていきたいと思います。なのでまずはメカサフ、ホワイトとグレー、これをメインに塗っていきたいと思います。ガンキャノンのパーツ、もともとは赤色の機体ですがこちらも白を基調とした機体色にしたいのでホワイトサフで真っ白にしていきます。真っ白。こちらはガンタンクのボディーパーツですね。同様にホワイトサフを塗っていきます。真っ白。武器類やフレーム、関節パーツなどはメカサフで一発塗装。一回塗るだけでいいので楽ちんです。こんな感じです。これはガンキャノンのスプレーミサイルランチャーですね。ガンタンクのキャタピラ部分、こちらはスターブライトアイアンでメタリックに仕上げます。めちゃめちゃ鉄っぽく仕上がりました。塗装前塗装後で比べるとこんな感じです。塗り分けが必要な箇所はマスキングして塗っていきます。作る予定はなかったんですがコアファイターも付属してたのでこちらも塗っていきたいと思います。太ももと足の付け根のパーツ、今のキットだと大体ここは分割されてますよね。ガンダムのすねの部分、試作機カラーなので2色に塗り分けます。塗装完了です。作業時間は6、7時間ってとこでしょうか。マスキングを剥いでいきましょう。こちらはコアファイターですね。クラフタのマスキングのやり方としては大きいマスキングをしてカッターで形をカットしていくのではなく、このように小さいやつをたくさん貼ってマスキングしていくって感じです。まあどちらがいいのかちょっとわかんないですけど、とりあえずそんな感じですかね。剥ぎ終えました。結構雑。太もものパーツです。こういう風に境界線に段差があるパーツの場合はまあほぼ綺麗に塗ることって難しいんですけど、どうでしょうか。ペロン。反対側もちょっと微妙にはみ出てますが、まあまあうまくいった方ではないでしょうか。はい、というわけで組み立ててみました。こちら RX7802 ガンダム、なんというんでしょうか、これじゃないロボ感がすごいと言いますか、今のキットと比べるとかなりプロポーションが違いますね。このままじゃおもちゃ感がすごいので少し汚していきます。リアルタッチマーカーグレーでエッジ部分をシャドウっぽくぼかしていきます。これ地味に時間かかるんですよね。3体分で7、8時間ぐらいかかったような気がします。リアルタッチマーカーのシャドウ入れ完了しました。ちょっと落ち着いた感じになりましたね。そしてこのガンダム、不思議なことにずっと見てるとめっちゃかっこよく見えてきます。最近のガンダムはちょっと細すぎなのでこれぐらい重厚感があった方がいいような気がしてくるんですよね。最後に付属のマーキングシールを貼ります。
シールなんで貼るだけです。3体分のシールを貼り終えたらハイグレードオペレーション V の完成です。クラフタチャンネル、圧倒的告知、ゲームチャンネルクラフタゲームズもよろしく。動画の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからどうぞ。出来上がった3体を順番に見ていきましょう。まずは RX7802 ガンダム。旧キット特有の武骨なフォルム、これがいい味を出してますね。最新の HGUC と比べてみましょう。こんな感じです。旧キットを見た後では細すぎるような気がします。クラフタ的には健康的なガチムチ感を持つ旧キットの方が好みでしょうか。そして先日発売されたジ・オリジン版ガンダムと比べるとこうなります。もう全く別物ですね。仕上げも違うので一概には言えませんが、旧キットの良さというのを改めて実感できました。続いてはガンキャノンさんです。お気づきの方もいると思いますが、頭部のアンテナを紛失してしまいました。本当にすみません。後でプラ棒で作っときます。このガンキャノンも素朴なフォルムですが非常にいい味を出しています。肩のミサイルランチャーはキャノン砲に取り替えが可能です。ここを外してキャノン砲を取り付け、あとハンドパーツも非常に面白い。普通の握り手を外してこちらのハンドパーツを取り付けます。そうすることでこのように腹ばいでキャノン砲を撃つポージングが取れちゃうんですね。こういった独特のハンドパーツがあるのも旧キットの特徴なんでしょうか。非常に素晴らしい。新しいキットにはない魅力がありますね。最後にガンタンク。旧キットですけどもはや完成された美しさ。キャタピラのメタリック塗装はマットな塗装でも良かったかもしれませんね。ということで3体の RX シリーズが完成しました。これがオペレーション V だ。では壁掛けオブジェを作っていきましょう。まずはガンタンクを設置するためにこちらを外します。そしてガンタンクさんが鎮座。おお、なんということでしょう。わかりますか。もうこの時点でめちゃくちゃかっこいい。いや、これは予想をはるかに超えてきましたね。そして次にガンキャノン様が鎮座。最後にガンダムをセット。やっばかっこいい。いや、これは悶絶必至のかっこよさですね。こんなに興奮しているのはクラフタだけでしょうか。このカタパルトデッキには専用のフックがついています。裏側の2箇所にフックを取り付け、こんな感じで吊り上げることができるんですね。はい、壁にかけてみました。こうなりました。どうでしょうか。いや、いいね。これを見ながらお酒を飲みたい。さらにこちらのカタパルトデッキを屋根にすることもできます。このように上に取り付け、さらにこういったアームが付属してるんですね。めっちゃリアル。このアームを天井にカチャッとはめれるんです。すごい。暗くて見えにくいのでこちらの LED ライトでちょっと照らしましょう。さらにこのアーム、コアファイターを持たせることもできるんですね。よく考えてるな。そしてこれを天井につければ、つかね、ついた。こんな感じになりました。素晴らしい。ということで完成したオペレーション V 壁掛けオブジェはこうなりました。いや、予想以上だわ。なんというんでしょうか、この眺めてるだけで楽しいというか、この時間を忘れてじっと見つめてしまいます。いや、今日の夜はこれを眺めながらハイボールを行かせていただきたいと思います。はい、ということで今回はハイグレード V 作戦セットとホワイトベースカタパルトデッキを使ってオペレーション V 壁掛けオブジェを作ってみました。最近はなかなか外出も難しくなってきてるんで、こんな感じでガンプラを作って、そしてゆっくり家で眺める、そんな週末を過ごすのもいいかもしれませんね。
今回ご紹介したキットやツール類に関しては動画の概要欄に載せておきますので、よろしければどうぞ。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。